チャオ、あっちゃんです。今日2月の23日土曜日、あっちゃん家のお昼ご飯だけどね、今日はね、寮がいてないね、なんかヒカだけで、何食べたいって言ったオムライスって言うから作りましょう。はい、言うと思ったんよって言ってもね、ご飯がね、昨日これしかないから、まあちょうど一人分です、ちょうどいいわと思って、あっちゃんはちゃうものを食べます。しゅ、多かったかな、まあいいか、使いましょう。まずね、人参と玉ねぎ、ストリートにあんまり切ってもね嫌がるしね、よいしょ、ね、玉ねぎが入っとるからこそ美味しいやんか、オムライス。でも玉ねぎのシャリシャリ感がいらんというからさ、ちょっと今日はいつもと逆、鶏肉とかをね先に炒めてじゃなく、先に玉ねぎから炒めていきましょう。玉ねぎ、人参を炒めて食感を落としましょう。あるから美味しいんだけどね、オムライスは。お野菜、特に玉ねぎの旨みがオムライスを引き立てるんだけど、多いかな、お野菜、まあいいか、はい、よいしょ、まずこれをね、炒めます。鶏もも一口大に切りましょう。はい、ここにオイル、オリーブオイルを飲んでいいかな、これ炒めていきましょう。野菜分に切っとくわ。
そういう風にしよう。濡れてしまう、見ていいだ。
つ、三色が邪魔です。完成。ふわっとろ卵の花咲きオムライス。はい、完成です。